けチャンネル。おはようございます、こんにちは、こんばんは、やましいです。今日は愛知県、公立高校入試、受験終わりましたので、明徳高校の、ね、ボーダー目標点を発表したいと思います。はい、まず受験生の方、本当に受験お疲れ様でした。はい、まあ今回ね、大学入試をまあ元にね、まあ作られたようなテストになってるかなと思います。まあ考えさせる問題とかね、資料問題、文章が長い問題が多かったなって印象ですね。なので、まあ、今後ね、受験される方に関してはこういった問題が増えてくるんだということを意識してやっていただくといいかなと思います。で、大学入試に向けて言えば、そういった問題がね、さらにちょっとね、高校レベルになって、出てきますので、まあ、そういった力がちょっと自分足りないなっていう方はぜひ高校に行った時に勉強をされておくといいかなと。で、まあ、勉強法とかね、なんかご質問とかがあれば、その動画とかね、勉強のやり方っていうのはお伝えできるかなと思いますので、ぜひそういったね、ご質問とかもお待ちしております。で、あと勉強に関する、内容に関しても動画作ってってますので、そちらに関してもちょっとね、ご活用いただくと嬉しいなと思います。それではやっていきましょう。明徳高校、内申点 ×2 プラス当日点 ×1.5 の得点を使います。で、なので内申点が必要なんだと。中1、中2の方がもし見られているようであれば、内申点ね、中3の時の内申点がいきますので、その時の内申点を使っていただいて、しっかり、ここ取れるようにしててください。じゃないと志望校合格にね、近づけないので、内申点っていうのは必要です。はい、で、プラス当日点 ×1.5 なので、ここを目安にしていただいて、当日点何点取るかっていう勉強法をお勧めします。なので当日点ね、しっかり、この内申点をもとに何点取ればいいのかっていうのをしっかり覚えておいてください。で、目標点に関しては210点ですね。まあ、今回に関してですけど、まあ、このぐらいあれば基本ね、毎年合格できるぐらいにはなってますので、この、ね、210点を以上取れるように、まあ、過去問とか模試とかは、解くようにしていただくといいかなと思います。はい、で、今回ボーダーですね。ボーダーが、はい、191.5 点というところになります。で、このね、付近の方は、まあ人数調整が行われるラインなので、まあ、ここより下の方でも受かる可能性は全然あります。はい。まあ、ただ 20% ぐらいの、確率になってきますので、これのね、近辺の方は人数調整を行われてしまうので、まあ、当日行った時にそんなに気負いしないように、ちょっと覚悟だけ持っておいていただくといいかなと思います。で、まあ、この模擬要点に近い方はね、もうほぼほぼ合格決まってますので、はい、おめでとうございます。はい。じゃあ、今回のね、明徳高校の目標、ボーダーは以上になりますので、他の高校さんのね、ボーダー目標点もどんどん動画作っていってますので、ぜひそちらもご活用ください。で、あと、この高校のボーダーを知りたいっていうご要望があれば、下のコメント欄に、ね、記載していただければ、そちらのご要望にもお答えできるかなと思いますので、ぜひそちらもお願いします。はい。じゃあ、今回の、動画は以上になりますので、ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。